脅威が現れたことで蜀徳川連合の誤解は氷解し、織田勢力との戦いは平和的に解決した。しかしそこには疑問も残された。奪起の狙いは何なのか、そして偽の脅威の正体とは。しかし思案を巡らせる猶予もなく、次なる騒乱が巻き起こる。魏軍が織田勢力に向けて進軍を開始したのである。立て続けに起こる騒乱、その不自然さに裏で糸を引く者の存在を感じながらも、今は眼前に迫る敵と戦うしかない。織田信長は降りかかる火の粉を払うべく南軍の地に降り立った。魏軍の先鋒はすでに我が軍に対し攻撃を始めています。理由はどうあれ戦いは避けられない。それならこの修羅場を楽しみましょう。本来魏軍と争う理由などないのですが、やむを得ませんね。この乱に奪起の思惑が隠されているのなら、戦いの中で何かわかるかもしれません。新たな地獄の幕開けぞ。共に破壊せよ、すべてを。こちらを犯しておいて白を切るなんて、うらちな織田の軍、許しませんわ。前線の指揮を頼む。俺は作戦の準備を整えて。いつなりどうもよろしくお願いします。やはり魏軍は誤解している。裏で奪起が動いているのでしょうか。頑張る。考えるのは後にしたらどう。もう敵は目の前まで来てるわよ。強じよう。そう、それなりに時間は稼げたかな。敵将崩
す。今だ、日本人に攻めかかれ。信長様のもとへは行かせません。今だ、手薄となった敵本陣を突くぞ。先に仕掛けた己の愚かさを呪うのだ。失敗か。今回はこちらが折れてやる。次に攻め来た時は容赦せんぞ。この俺の分、誰にも止められん。やはりあの信長様は偽物でした。そうだと思った。あれからは何の刺激も感じなかったもの。ダッキがあの偽物を利用したことは明白。これで総妃どもの誤解も解けるでしょう。では早く総妃様にお伝えしましょう。私たちが無実であったことを。